闇の竜を追いやった。そしてこの忌々しい世界樹によって封じ込めたのだ。世界は光で満たされた。我が眷属たる魔物たちも人間を襲うことを忘れ、逆に手なずけられてしまった。え、じゃあ魔物はもともと人間を襲う生き物だったってこと？そんなの嘘よ、信じられないわ。魔物だけではない、世界そのものが貴様ら光の者どもに都合がいいように歪められ、本来の姿を失っているのだ。私はただ取り戻そうとしているのだよ。闇が解き放たれた真の世界の姿をなら。できない、世界中が闇の中にさせるもんですか。おい待て。かかったな、愚か者だ。これは一体。体が動かない。祭壇は光の一族と闇の一族のみが立ち入れる聖域。それゆえここに罠を仕掛けておいたのだ。これぞ我が闇の腕輪の力よ。光のものを闇に落とすことが世界中を闇に染める唯一の方法なのだ。さあ落ちてゆけ、深き闇に。そんなことさせないぞ。これでも食らえ。何？驚かしよって、おいみつらいのごときが光の腕輪を持っているわけがない。愉快、愉快、実に愉快だ。さあ光の者よ、肉体と精神を闇に捧げ世界中の力を喪失させるのだ。世界中が完全に闇に染まり、朽ちるのも時間の問題よ。その時かさ、忌まわしき封印が解かれ、我らの神、闇竜が復活するのだ。
ずいぶん落ち込んでるみたい。無理もありませんわ。大切な方が目の前であんなことになってしまったんですもの。俺が完璧な作戦さえ考えていれば、俺のためにあいつは。そのように自分を責めるでない。責められるべきはむしろこのわしなのじゃ。ディルク様、この世界には光の力を継ぎし者たち、すなわち光の一族を守る役割を代々担う一族がおってな、守護者と呼ばれておる。そして何を隠そう、わしはその末裔なのじゃ。だからお前たち二人を守り抜くことはわしの大切な使命だったのじゃよ。あなたが俺たちの守護者、この世界の王であるディルク様がですか？そう、王家こそが守護者の血筋じゃ。にもかかわらずわしは使命を果たせなんだ。守るべきものを守りきれなかったのじゃ。が、しかし、わしは諦めてはおらぬぞ。望みはまだ残されておる。それはあいつを助ける手立てが残されているということですか？わからん。が、行って聞いてみる価値はある。光の女神にな。光の女神？それって確か闇の竜を封じたっていう光の神様でしょ？そんなすごい神様に会えるんでガスか。古より光の一族が訪ね、女神の言葉を賜ってきた場所がある。光の塔と呼ばれる聖地じゃ。わしも直接足を踏み入れたことはないが、その塔の最上階に光の女神のおわす祭壇があると聞く。そこへ行けばあいつや世界中を助ける手立てを教えてもらえるかもしれない。行ってみるか。わしはどこまでもついて行くぞ。私たちもね、ずっと一緒だったんだもの。最後まで付き合うわ。ほら、みんなもそうしたいってね。はい。わしらは本当に頼もしい仲間たちに恵まれたの。行こう、光の塔へ。私にお任せください。ご用はない。また寄ってね。
ださいね。頑張ってくださいね。お気をつけて。こんにちは。お手紙が届いていますよ。それではまた。いらっしゃい。ありがとうございます。うん、よし、了解だ。行くぜ。この地にまで魔物が。ヘルムードめ、嗅ぎつけておったか。見るでガス。魔物のやつら、あの光の中に向かっているでゲスよ。興味深いわね。あの光、もしかしてどこかに繋がっているのかしら。物は試しよ。私たちも飛び込んでみましょう。
わかりました。わかった。行ってこい。行ってこい。頼む。そしても倒して先に進まねば。
ますよ。行ってみましょう。よし、魔物は全て倒せたみたいだな。先に進もう。完璧だな。